下道で帰ろうと思うんですが、国道になってますね。これもう遅めのお昼ご飯食べようと思います。ほら、ああ、いい休憩になったかな。ほとんどトラックだらけやんけ。レギュラー満タン、現金で、ね、次なら高っ。おいおい、長野県より高いけど、ああそうだ、高速料金が高いんだよな。おにぎり買ってきたんでね、ちょっと軽くサクッと食べて、食べながらかな、また目的地へ向かっていこうと思います。こんなとこまで1時35分、あ、もう眠い。10度でございます。明日はねちょっとコーヒー飲んでる暇あるかわかんないんで、もう今日ここで開封しちゃいます。来ないよね、そりゃ。この前も来たばっかだからね。まあ寝ますかね。それじゃあおやすみなさい。さて朝飯でも作ってパパッと食べて9時までに目的地に行きますかね。ごま油、安物のスパイスだし、イオンの味噌です。豚骨ラーメンみたいなのかな。おお、うまいぞこれ。豚骨ラーメン。うん、うまい。これいいぞ。ああ、うまかった。ごちそうさまでした。いやー、うまい。こりゃいいぞ。さて、出発。およそ200メートル先、合流します。いや、風強い。おお、風強えな、ここ。た。長かったぜあれ。続いて目的地は左側です。乗車口。よいしょ。よいしょ。さーて着いた。帰りはね、節約のために下道で帰ろうと思うんですが、所要時間9時間で、到着時刻が19時。まあ、多く見積もっても20時ってとこでしょう。どこで食べようかな。どっちにしろ岐阜じゃねえや、栃木のどっかだろうな。東高知県か。遅めのお昼ご飯食べようと思います。福島でまで行って買ったホウボウのお刺身、これを使ってね、味噌とだしといったらね、あれっきゃないだろうというものを作ろうと思います。いやー、うまそうだ。こいつをね、レモチンしますかね。できた。いただきます。刺身でも美味しいですよ。ホウボウだから。うん。歯応えやばい。贅沢食いですよ。でもやっぱり南国がうまい。ちょっと叩いてやられる。最高でした。ホウボウのなめろう、これマジおすすめです。皆さんもね、ホウボウを手に入ったらやってみてください。マジでいいですよ。今回使った伊予の味噌と安丸だし、もう相性バッチリで、のなめろうを作るにはぴったりだと思います。案件をいただいた時から、もう最初からもう味噌とだしってなったらなめろうを絶対作りたいと思ってたんですよ。バッチリです。ホウボウと伊予の味噌と安丸だし、この3つが揃えばね、最強のなめろうができるんでね、皆さんもぜひお試しください。まあ新鮮なホウボウを手に入れるのが大変かもしれませんけどね。さて、このロケーションですよね。え、天気もいいし、山も綺麗だし、湖も澄んでる。最高じゃないですか。で、ここでご飯をいただくと。これが僕はね、新しいベッドキットをやりたかったことなんですよ。もう完璧ですよね。このベッドキット組んで、こういう風に後ろ開けて、いい景色を見ながらご飯を食べる。うん、いやー、本当と車中泊はかどっていいと思いますよ、このベッドキット。さあもうね、お昼ご飯食べてたら15時半ですよ。ここからあと3時間4時間4時間か5時間かな、20時半に着けば嬉しいかなと思います。なんでね、ゆっくり帰ってこうと思います。やっぱドライブインに来たらね、ソフトクリーム食べないと。食後のブルーベリーヨーグルト、さっぱりしてる。こういうのでいいんですよ。ああね、控える。草木ドライブインの名物のこれ、よもぎ団子、結構美味しいって有名なんで、よもぎ感がやばそう。うん、あ、これうめえ。やべ、2個じゃなくてもっとあればよかった。粒あんだけど皮もちもち、もちもちだよ。今日は時間ないので缶コーヒーで許してください。ああ、いい休憩になった。これ99ワット発電してますね、ソーラー。天気いいんでね、まあこのぐらいは充電するでしょう。じゃあ出発しますか。ね、直せるかな。暑い。ちょっとまだ開けてっか。